様おはようございます。キスジャガーです。2020年2月1日土曜日の8時48分です。おはようございます。土曜日の朝なので空いてますねという時間帯ではなくなってきたんでしょうかね。今現在寝屋川市内ですね。寝屋川市内国道1号線を西向きに走っております。でこの先阪神高速12号森口線、森口の入り口がもう間もなくございます。森口の入り口から入りまして、環状線1号環状線まで、森口線全区間終点まで走らせていただきます。よろしくお願いします。なんですけども、ようやく冬らしいというか、大寒波で寒くてたまらんというよりは例年ぐらいの寒さがやっと来たかなぐらいの、最低気温がね下がっただけで最高気温そんなに下がってないんで昼間は変わらないかもしれないですけれども、最低気温がここ数日でかなり下がりまして、まだ大阪は氷点下じゃなくてね、5度ぐらいはあるんですけれども、明日かな、明日が3度ぐらいになるのかな、大阪でも予報ではね。だいぶ寒くなりましたねということですけれども、なんか中国から変な肺炎かなんかが入ってきましたね。なんかといろいろありますね。2月の1日土曜日ですが、つい1週間ぐらい前なんかな、なんて読むんやろ、武漢って書いて武漢って読むかな、ちょっとわからんけど、あの辺で蔓延しておるんかしておらんのかちょっとわからんけれども、今ニュースをテレビつけてニュースを見たり、ラジオでニュースを聞いたりするとその話ばっかりになっておるかなと思いますけれども、日本国内にも入ってきたんですよね、その肺炎かなんか知らんけれどもウイルスが。およそ300メートル先、斜め右方向で東京から大阪に向けての、バスでバスガイドさんとかがウイルス出てきましたみたいなことで、大阪も東京も斜め右方向もう蔓延が始まってんのかなみたいな、どうなんでしょうねみたいな、そんなことでした。最近 YouTube ばっかり見とって、全然テレビラジオつけないもので、ちょっと新聞を読むでもなく、まあ取りに行こうと思えばいつでも情報なんか手に入るかなみたいな感じで、そんなに張り巡らしてないんでね、あみも世間一般の常識的なニュースもわからないままなんですが、300メートル先高速道路入り口です。はい、おっしゃるその通り、まもなく阪神高速12号森口線スタート地点到着いたします。一般道降りられる方はここを左に降りないと、もうこの先ここから阪神高速です。で今の一般道に降りる方を降りていきますと、大阪府道2号線2号線、中央環状線ですね、そこに出ます。あとすみません、府道2号線とか県道2号線とか、いろいろ言い方あると思うかもしれませんが、私はね文字で書くときは府道やったら府道、京都府道2号、大阪府道2号って書くんですけども、口で物を喋るときには間違った使い方やと分かった上で県道2号って言わせていただきますんで、今後もよろしくお願いします。これね言う方が不動2号って発音しにくいっていうのもあるし、聞く方も国道2号なんか不
道2号なんか、死因は一緒じゃないですか。うじゃないですか。う2号でしょ、どっちも。だから昔ね、その携帯電話がクリアじゃなかった時とか、その CB 無線とかパーソナル無線とか言って、ね、無線とかで、やり取りしとったような時代ですよ。でそういう時とかに、まあ一般的に使われとったんじゃなくて、私と私の友達というか仲良く喋っとった人の間のね、ローカルルールとかいうか自分たちルールなんですけれども、京都は京都府やし、大阪は大阪府、東京都は東京都、うん、そんなことは分かっておると。東京都であろうが大阪府であろうが、国が作ったやつは国道と読むけれども、都道府県が作った、その自治体が作った分に関しては県道と呼ぼうじゃないかと。北海道だったら道道って言うんかなみたいな、もう県道でいいですよそんなことはみたいな、なんて読むか知らんけれどもみたいな、東京都だったら東京都道とか言うんですかみたいな、東京の県道365号とか言って別に県道でいいですよ、便宜上言いにくいし聞きにくいんでっていう、まあそういう話です。まあ、その辺にご指摘いただいたことが、過去にコメントでいただいたことがございますので、それについてはちょっと以前も説明しておるんですけれども、間違ってるんですよ。指摘いただいた方が全面的に正しいんですけれども、私のローカルルールとしてそういう使い方をしますから、皆さん大阪府は大阪県ではないっていうことはご承知おきください。それは指摘かいただいた、コメントいただいた方が正しいです。私が間違ってます。ただ間違った上でそういう使い方はしますから。滑舌悪い人がね、不動12号とか言って、滑舌悪い人が言った時に国道不動ってもう一回言ってってなるんですよね。で国道の例えば2号線と不動2号線と大阪には両方ともあるんですよね。鳥取に9号線は、ね、国道9号はあるけど県道9号がないとか言うんやったら、聞き間違えたとて9号線っていうのは国道しかないだろうっていう、そんな話やったら別に誰も困らないんですけれども、国道2号線と不動2号線と国道2号線と不動2号線と、だからそのうで終わる道2号線ですよね。でぼーっと聞いとって、ああうど2号線ねみたいな、国道2号や言うてんのに不動2号行っちゃったよみたいな、そういう聞き間違いとかで、ちょっと道教えてとか言って、ああそれなーって、国道2号線のなんとかいう交差点右曲がってなとか言って、そういう説明するときに国道2号なのか不動2号なのかみたいな、言い間違い聞き間違いとか、言いにくい聞きにくいみたいな、その便宜上の話だけです。はい、すいません。ね、いつもやったら出口がどうですよ、入り口がどうですよ、何キロポストですよ、何時何分ですよ、そんな解説まがいのことをする動画をキスジャガーはやっておるんですけれども、この森口線ね、一回入るとね、しばらく出口ございません。森口で乗っちゃうと森障子、入り口はあるんですけど出口はないとかね、このカーブ曲がり切ったところに左から合流してまいります。それで、ね、森障子という入り口、国道163号線ちょっと入ったところに森障子という入り口があって、でそこから乗れるんですけれども、これ出口ないんですよね。で出口じゃあいつあるのって、今でしょというわけにいかなくて、南森町ぐらいまでないんちゃうかな、乗ったはいいけど降りれないんですよしばらく。なので解説するネタが備えないんで、ちょっと横道それております。まあ、ついでにねコメントせっかくいただいたんで説明しちゃおうかなみたいな。はい、白北もね反対向きは出口あるんですよ。
あ、入り口もないんですよね、ほんでね。後ろ北は、環状線向き、こっちの大阪方面向きは、入り口ないんですよ。これね、白北入り口じゃなくて赤川入り口やったかな、宮古島入り口やったかな、なんか名前違いますわ。なので、白北で出れるかなとか、そんなことありません。出れませんので、ご注意ください。今のが、私は赤川入り口やと思ってるけど、宮古島入り口っていう名前なんかな、ちょっと名前までは知りません。で、やっぱりね、出口、南森町3キロと書いてございました。次、出れるのは南森町まで出口ございません。長良とかでも出れないっていうことです、だから。もう間もなくね、宮古島区に入ってきて、この辺り、長良っていう辺りなんですけれども、反対向き、森口京都方面向きは、長良出口あったんですけれども、こちら向き、大阪市内環状線向きは出口ございません。あったかな、どうかな。だから使いにくいんですよね。森口で乗って環状線に行きたい人用の道路みたいな感じで、途中で降りてどうこうしようとかいうのあんまりねできない。で、環状線向きには入り口あるけど森口向きには入り口がないとかね、そんなこともあるんで、配達行ってじゃあ次のとこ行くのにもう一回元で降りた森庄寺で降りたんだったら、森庄寺入り口から乗って森口方面へっていうことはできないんですよね。入り口がないので、森庄寺入り口は環状線向きのみで、森庄寺出口は森口京都方面向きのみとなっております。まあそういったことで、入り口と出口が両方とも仲良くあるわけじゃないよということですね。はい、60キロの道路でしたが、ここから50キロになります。阪神高速12号森口線、この先合流があります。大阪市内環状線方面行き、9時ちょうどになりました。改めておはようございます。噛むんやったら言うなっちゅうっていうことですけれども、はい、土曜日の朝なのでトラックが比較的少なくてガラガラかと思います。平日ですとこんなにスムーズにはいきません。日曜日になりますと、今ちらほら見えておるトラックも半減しますので、もっと快適に走れるかなと思います。はい、この50キロの区間ね、結構右に左に連続カーブ続きますので危ないっていうことと、出口、南森町出口まずございます。南森町出口あるけれども、南森町は入り口もございます。この先合流があります。注意してください。はい、南森町入り口です。この入り口もね、入り口のゲートの幅が狭くてね、大型トラックあんなとこ入るあれじゃないんやけれども、で、注意しないといけないのは9時から19時やったかな、時間帯で下の一般道路が通行規制があって、大型車はちょっとその時間帯通るなよみたいなことになっておったりするんで、どうせあんまり使わんといえば使わんけれども、まあそれ以外の時間帯、晩の20時とかに南森町から高速乗ろうかなとか言った時に、道幅は狭いし交通量は多いしガンガン突っ込んでくるからみたいなんで、曲がられへんなみたいな、外からかぶされたら曲がられへんし、外に行ったら行ったで運膨らまれて曲がられへんしみたいなんで、南森町の入り口は嫌いなんですけどね。まあいっか、そんなことは。はい、1号環状線です。お疲れ様でした。森口線の解説は終わります。で、普段やったら堺方面変えるのに、この16号天保山と書いてる一番右端ね、これを通って16号大阪高専から
南港をぐるっと回って、4号の湾岸線で、堺方面降りていくかと思うんですけれども、今日土曜日でしょ、明日日曜日でしょ、土日祝っていうのは16号大阪高専天保山であるとか、ね、ユニバーサルスタジオ行くのに北港ジャンクションの方であるとか、めちゃくちゃ渋滞するんですよね。でも9時でしょう、そろそろ渋滞が始まってもおかしくないので、だからそのユニバーサルスタジオジャパンに遊びに行くっていうその渋滞が16号大阪高専には発生しますから、それを避けるがための、堺線で帰ろっかなみたいな。今現在1号環状線道頓堀出口の手前なんですけれども、もうちょっと行くとね、環状線と15号堺線分岐します。でこのまままっすぐぼーっとまっすぐ行くと14号松原線、この14号松原線まっすぐ行ったら西名阪道に出るし近畿道に出るしっていう、そういう使い勝手のある阪神高速14号松原線ではありますが、これは14号松原線行きません。まずこっちの右から 1,2,3 車線こっちに避けます。で引き続き環状線を走ります。この先合流があります。高津ジャンクション交通ジャンクションちょっとわからんけれど読み方は、はい、14号松原線さようならってバイバイってして、で3車線見えてますよね、目の前に。これの一番右側のみが環状線1号環状線ループですね。でこの真ん中車線と左側車線は15号堺線に変わります。15号堺線で環状線ぐるっと回って神戸方面だとか池田とか森口行きたい方は一番右環状と書いてる方行ってくださいね。はい、私は堺方面行くので堺線15号堺線にこちらから入ります。港町ジャンクション。港町出口。注意してください。ナンバーがこの辺りです。右手に見えてますのが FM 大阪。FM 大阪何番やったかな ?851 やったかな、ね、多分そんなんです。阪神高速15号堺線ここから始まります。港町ジャンクションから15号堺線始まりました。スタート地点です。ゴールまで行こうかな、どうせやったら。本当はね、住之江で降りたいんですよね。住之江で降りて6号の大和川線を通って鉄砲から3号で渡って、それで3号から阪神高速4号の湾岸線泉佐野方面に、そういうつなぎ方した方がロスがないんですけれども、ちょっと15号堺線を終点までついでに紹介しちゃおうかなって今思いつきましたので、森口線を紹介するだけでよかったね。よかったけれども、ついでで森口線全線のついでで堺線も全線やっちゃおうかみたいな、そういうやっつけ仕事です。はい、塩見橋の入り口、この15号堺線も制限速度60キロです。で、看板とか地面に書いてあるように23時から明け方6時まで、深夜の時間帯ですね。一応通行帯区分、決められておるというか、従わなかったからといってすぐさまパトカーに捕まるってそういうことではないんですけれども、なるべくであれば。その23時から6時の時間帯っていうのは右側車線を大型トラックなどが走って、左側車線を乗用車などが走りましょうみたいな、そういうことですね。なるべくであれば。でその守らないと、どうしても守らないと罰せられるよっていう話でもないんやったら、ふんわりしたそういう決まりなんであれば、もうちょっと広げていただいて、終日通行帯区分ってならんのかなと思って。大型トラックとか大型トレーラーを運転しております、その私の立場から言うと、
もう日中に限らず、日中か夜かに限らず、トラックは右側は走りたいんですけどね、ダメなんでしょうか。この先時間帯以外の時間を右側走ってしまうと、あの追い越し車線やのにゆっくり走りやがってみたいなことでむちゃくちゃ攻撃されるんですよね、世間の交通から、交通社会から煽られたり、前入ってブレーキ踏まれたり、幅寄せされたり、むちゃくちゃ攻撃されるんですよね。堂々と走りたいんですけれどもね、これ23時から6時っていう時間帯撤廃できませんかね。右走りたいんですよ。なんでかって言いますと、これ左側を12メーターの大型トラックであるとか16メーターを超えるようなあのトレーラーが左側こうやって走ってますとね、これ見てください、この合流区間、左から入り口から入ってこられた合流区間、こんだけしかないんですよ。100メーターですか、200メーターですか、ないですよね、そんなに。あの短い区間で、60キロまで加速して本線に合流しないといけないんやけれども、そういうタイミングの時に、例えば大型トレーラーの私が、左車線を走っておって、ね、16メーターが立ちはだかりましたよってなった時に、お互いにブレーキ、急ブレーキですよね。合流しようと思って60キロに一生懸命加速しようと思ったけれども、右をふっと見ると大型トレーラーが、道を立ち塞いでおると、封鎖しておると。大型トレーラーの前に入れるんやったら急加速して前に入ってくれてもいいけれども、後ろに入ろうかなと思ってブレーキ踏んだところで16メーターなかなか通り過ぎませんみたいな。ほんなら前は滑走路がなくなるし、右側はトラックが塞いでおるしみたいなことで、行き場を失いますよね、入り口合流登ってこられた方。危ないんですよ、非常に。で、あ、入り口合流してくるって分かってるんであれば、大型トラックが避けてあげればいいじゃないって思うでしょ。たまたまそのタイミングで、よくある話っていうか、あるあるなんですけれども、こうやってね、右側に、追い越しに来てる車がいて、並ばれてしまったり、すると、右にハンドル切って、右に避けてあげることもできない。で、大型トラック、急ブレーキ踏んだら、止まるんかって言ったら止まらない。乗用車は止まるかもしらんけれども、大型トラックはそう簡単には止まらない。で、乗用車が合流するまでにこっちがアクセル踏んで、ちょっと一時的に加速して、走り抜けて、してあげようと思っても、アクセル踏んだってすぐには加速しない。なので、すごく気まずい思いしたり、すごくヒヤリハッとしてね、危ないなーみたいなことは日常的に毎日経験するんですよね、この左走ってるとね。なので23時から6時って何のために時間帯にしてんのか、23時から6時だけそうすればいいのか、でその時間帯だけを規制すればいい話なのかどうかとか、もうちょっと考えてね、リフレッシュ工事もどうせしてるんやったら、そのルールの方もちょっと見直してリフレッシュしていただければなと思います。道路の解説を全然しておらんので、ね、出口がどうですとか入り口がどうですとか普段は言うんですけれども、ちょっとドライブしながら雑談みたいなことで今回の動画はさせていただいてますけれども、またね入り口とか出口とか詳しくそういうのをご案内する動画もまた別の機会に撮り直しますんで、とりあえず今日は画像があるっていうだけで勘弁していただきたいなと思いますね。これ通行帯区分看板が見えてきたでしょ、地面に書いてるでしょ、大型貨物乗用って右って、大型は右走らないかんとか左走ってはいけないとか、そこまでガチガチのルールじゃないんですけれども、ざっくりと右側走ってあげたら左から合流する車が危険な目に遭わなくていいよねぐらいの感じのふんわりしたやつだと思うんやけど、23時から6時だけが危ないわけじゃなくて、昼間の時間帯、今現在も危ないのは危ないんですよ。通行帯区分を撤廃されてしまうと堂々と右側を走るっていうことができなくなって、追い越しのための車線やんけって言ってすごく煽られるので、
堂々と右側を大型車両が走ろうと思えば終日通行帯区分で右側走るのを許可していただきたいなと思うんですけれどもね。難しいですかね、阪神高速さん、ネクスコ西日本さんか、ちょっとルール考えてくださいよ。ちょっとぐらい危ないんですよ、この滑走路が短いから。出るときはいいよ、出るときは短くても。今隅の江出口越えました。カーナビが言っておるのはこれ隅の江の出口降りて、降りてすぐにね、信号一つ二つ目が阪神高速6号大和川線の鉄砲入り口っていうのがあるんですよ。でそこから入ったら一区間だけ鉄砲から3号まで6号の大和川線を走ると4号の湾岸線に接続するので、4号湾岸線に接続したら大阪市内方面でも泉佐野方面でもどっち方向でも行けるんで、なので住之江出口で普段は降りるんですが、今日はちょっと恩着せがましくて申し訳ないけれども、境線を最後までお伝えしたいので境終点まで行きますから。で境終点まで行くだけじゃなくて、以前リフレッシュ工事で通行止めの時に交わし方をご案内した時に乗り付け方法がこうだよということで教えましたけれども、境出口を降りてから大浜の入り口へ入り方まで、そこまでやって終わりましょうかね。はい、今現在27分経過しておりますが、森口線紹介するだけやったら別に15分20分で終わってたでしょうけれども、境線を全区間走り、で境線から4号湾岸線に乗り継ぎ接続する方法、そこまでやるのでちょっと30分オーバーになっております。はい、間もなく、阪神高速15号境線、境終点ですね、終点の出口、左手に出口になります。で出口を出ずにまっすぐ行きますと国道26号線和歌山方面行きのバイパスになってます。しばらくはバイパスです。泉大津あたりまではバイパスになってると思いますね。はい、これまっすぐ行きますともう有料ではございません、国道26号線のバイパス道路で終点境出口、阪神高速15号境線終点境出口はこちらおります。はい、看板見ても書いてるように、地面にも書いてるように乗り継ぎ ETC じゃなくて現金の方はこの右側で料金所みたいなのがございます。ここで乗り継ぎの券くれって言っておっちゃんに言うと券くれるんで、券もらって大浜に向かってください。阪神高速15号境線境出口降りました。しばらく信号もあるし、まあ言ってもあれです、次どれぐらいやろ、 500m も走らんかな、また右曲がるんですよ、中央環状線、フェニックス通りっていうかな、なんていうの、ちゃんとした名前知らないですけど、左に曲がったら三等線、国道310、右に曲がったら国道26やったかな、まあそういう大きな安井町っていう大きな交差点がございますんで、そこを右折していただく、あとは道なりまっすぐです。一回右に曲がるだけです。簡単でしょ。で現金で阪神高速乗られた方は乗り継ぎ券もらっておくと次大浜で乗り直すときに新たにもう一回お金くださいっていうことじゃなくて追加料金なしでその乗り継ぎ券、はい、
これ乗り継ぎ券って言って渡したらそのまま通れますから、券もらうのを忘れないでください。この大きな交差点、これが安井町、大阪府堺市堺区安井町、国道26号線フェニックス通りって書いてますね。やっぱり今ちょっとね工事してるから思ってるように通られへんかもしらんね。昨日通った時は工事しててね、あの封鎖されとって速道に回されたんですけれども、本線が昨日たまたま通れんかったんやけど、まあ今日通れるようになってるとはちょっと思えないけど、また封鎖されてるかな。もうねあと信号1回か2回引っかかって5分10分10分もかからないぐらいの動画やと思います。もうちょっとだけお付き合いください。途中で切れんようにですね、今 22.5 度でクーラーかけてるんですよ。めっちゃ寒いわ、もうジャンパー着てても。この今撮影しておるカメラね、あのちょっと温度が熱くなったらすぐ強制停止するんでね、ブチ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 途切れるんですよ。せっかくノーカットでお届けしようと思ってるのに。一応基本的に私の動画はあの編集して継ぎはぎしたりせずにノーカットで等速でなるべく倍速とかにせずにありのまんまでお届けするんで、見る方の、 あの視聴者様があれしてくださいよ。早送りやったらあの 1.5 倍速とか2倍速とか早朝で見てくださいよ、ね、私の方はなるべく等速でお届けしますのでよろしくお願いします。はい、フェニックス通り、このね、あのソテツかヤシの木か知らんけれども、新しいルートでご案内します。これがあのよく見て植えられてるでしょ、こうやって。この辺フェニックス通りっていうらしいんですよ。で、まあ堺市内なんですけれども、ちょっと走りますと看板見えてまいりました。大浜入り口 1.4 キロとございます。大浜入り口はどちら方面にも行けます。南北両方向にどちら方面でも行けます。国道26号線フェニックス通り宿院という交差点、路面電車があるところ通り過ぎました。もう間もなく左方向です。お、通行止めなってない、封鎖まではなってないな、なってないけど左側の側道がなくなってるな。今度危ないね、楽変速的になってるな。なんでこんなことしたんやろ、危ないな。だいぶ道路の事情変わりますね、これ。およそ300メートル先左方向です。めちゃくちゃあのくねくねしながら絞り込まれたりするから、慣れてなかったらパニックなるね、これね。今まで4車線くらいでバーッと行ってまっすぐ行く本線が2車線と側道が1車線か2車線か、まあ、側道は1車線か、左に見えておるやつね、このコンクリートを挟んで今この左側トレーラーがあの信号待ちしておる、これが側道っていうか側道と本線と、まああったんですけれども、まっすぐの道路で絞り込んだりなんやかんやされるだけでもちょっとややこしいけれども、くねくねされながら絞り込まれたりしたらパニックになるね、ちょっとね。初めて初見で通ったら危ないよね。私も昨日通った道やけれども、ちょっと昨日とも事情が違うから、あのえ、この車線でいいのみたいな小さな焦りがありましたけど、はい、大浜北町、これが県道の34号、
まあ、大阪府なんで大阪府道なんですけれども、大阪府道34号、左曲がると34号やし、右に曲がると国道26号やし、でこれまっすぐ行きますと、あの大阪府道29号、県道29号、臨海線というやつで、まあ泉佐野とかあっちの方まで行きますよね。はい、大浜北町、大きい交差点なんで右折レーンも2車線ございます。はい、大浜公園かな、これ左手に見えてるの大きい公園ですか。新しいルートでご案内します。この辺りパトカーがね、あの信号無視せえへんかなとかいろいろ見張ってるんでご注意ください。パトカーがあの交差点にしょっちゅういます。はい、左側県道29号、県道195号、臨海線と書いてございますが、この右車線にいますと見えてまいりました、阪神高速4号湾岸線大浜入り口です。阪神高速4号湾岸線大浜入り口、川が大阪神戸方面北行き、左側があの南行き泉佐野方面。新しい後ろを走ってくるマツダの車がめちゃくちゃ追ってくるね。これここでブレーキ踏んで車止めたろうかしらいうぐらい煽ってくるね。こういうのを通報しないかん、ね、警察、警察ね、あの仕事してね私の